逮捕されたのは、ベトナム国籍で埼玉県川口市の職業不詳。南国会員容疑者と豊川市の無職グエンティラン容疑者です。2人は今年5月から9月にかけ、ベトナムから輸入した日本で承認されていない。避妊薬を名古屋などに住む。ベトナム人6人に違法に販売した疑いが持たれています。警察は今年8月。 この日認訳を SNS で違法に宣伝した疑いでグエン容疑者を逮捕し、その後の捜査で仕入れ先のナイ容疑者が浮上しました。警察は認否を明らかにしていませんが、一昨年し1月から2年半ほどの間に少なくとも150万円ほどの売上があったとみて、余罪を調べています。